はいどうも、アニマルアグリアンテナシランです。そして今回ね、こちらお迎えした生き物が入っております。キラリラリラリン、ブラッドパイソンです。それではね、早速開けていきたいと思います。それではやっていきます。どうです、こんな感じです。今回ね、このブラッドパイソン、バンガレットという赤身の強いブラッドパイソンをお迎えしました。結構ね、この赤身の強いブラッドパイソンの中でもかなり赤色が強くなりそうな子なので、結構ね、迫力のあるようなブラッドパイソンになるんじゃないかなと予想しております。ブラッドパイソンの飼育は初めてなんですがね、まあ大丈夫でしょう。まあ大きくなるっていうのとね、あと多湿気味なところじゃないとダメっていうのは分かってるつもりなんで、ちょっとねそれをね、意識しつつね、まあ大きくなるのは後々なんで、まずはまだ小さいケースで飼おうと思ってるんですけど、まあゆくゆくはね 120×60 の水槽じゃないと飼えないぐらい太くなるんでね、大きくなるんで、まあ結構大変にはなると思います。あとね、基本的にね、粗い子が多いらしいです。まあこの子はそこまで粗くないとは思うんですけど、今のところは。まあ粗い子が多いらしいんでね、ちょっとそこを注意しながら噛まれないようにね。今はまあ噛まれてもまあ血は出るでしょうけど、そこまでだと思うんですけど、大きくなった時に噛まれたらひとたまりもないと思うんでね。そこ気をつけてね、飼育していきたいと思います。ということでね、まずこの子のお家早速作っていきたいと思いますって言ってもね、簡易的なちょっとところになるんで、まあ仮宿っていうことですね、を作っていきたいと思います。それではやっていきます。今回ね、この水槽にとりあえずこれを蓋をつけて重しを乗っけるっていう、それぐらいの簡易的なやつにしたいと思います。でね、床材はねペットシーツ使いたいと思います。まあとりあえずなんでね、ペットシーツでいいかな。結構ね、本当はちっちゃい頃とか水苔とかでね、湿度を保持しなきゃいけないんで、こう水苔とかの方がいいとは思うんですけどね、ちょっと水苔の管理めんどくさいんでね、これにしたいと思います。はい、水入れはこれを適当に置いときます。まあこれも借りたんで、家にあるタッパーを勝手にやりました。じゃあね、早速入れていきたいと思うんですけどね、持てるかなこの子。こんな感じですね、持ったら。ちょっと頭下げないで。こんな感じです。結構赤目が強くていいでしょ。顔向けられると怖いよ、狙ってそうだよ。怖いっすよね、絶対これテーマやったら噛んできますよ。もう構えてますもん。ちょっともうこれ以上持ったらね、多分限界なんで入れていきます。結構このペットシーツね、下がね白色なんで映えますね。尻尾ちゃんと掴んどる。結構ねもう警戒態勢ですね、首曲げていつでも飛びかかれるように。もうこれだけでもだいぶ太く見えますね。まだこれでもまだまだ赤ちゃんなんですけど、まだボールパイソンと同じぐらいのなんかね、そのスタイルと言いますかですよね。顔がでもね、落ち葉みたいでかっこいい顔してるんですよね。いやでもこう見るとやっぱ赤っぽいね、結構かなり赤々しくてかっこいい。本当にこいつ大きくなるの早いんでね、ちょっと早いっていうかだいぶ大きくなるんでね、ちょっと不安なんですか、ちょっとだけ。まあでもなんとかなるでしょうっていう勝手な思い込みでおります。結構この子は本当
半分衝動買いみたいなもんで、ちょっとあんまり、まあ元の知識はちょっとは、まあボールとかも買ってましたし、多湿とかそういうのは知ってたんで、まあ完璧に知らなかったわけではないんですけど、でも調べずに買ったんでね、ブラッドパイソンを買うときに。不安ですけど、これからやっていきたいと思います。まあね、道具はまあこれからおよいそやっていくとして、まあ餌食いもね別に悪くはないらしいんで、全然そこの気にしないですね。ただ本当に多湿っていうところをどうにかするのと、あとはこいつがまあ荒いとは言われてますけど、まあモテたんで、モテる子なんで、もっともっとモテればいいなと思います。なんかね、大きくなってね荒くなられると多分やりづらいと思うんで、怖いんで、ヘビフックとか買わなきゃいけなくなるかもしれないんで、大きくなって荒かったらね、そんな嫌なんで、持ちたいんで大きいの、荒くないように今からハンドリング鳴らしていけたらなと思います。いやでもマジでブラッドパイソン買いたかってんな。結構綺麗な鮮やかな色やけど、本当にブラッドパイソンかっこいい感じでね、ずっと警戒してる。マジで動かん。まあ動くようなヘビじゃないからっていうのもあるけど、正面から見たらこんな感じです。かっけえ顔が、怖い顔しよる。首上げてるからもういつでも飛びかかれるようにしてる。本当はねスマトラと迷ったんですよ。この、ま、この子はマラヤンブラッドパイソンって言うんですけど、スマトラブラッドパイソンっていうのはね、もうちょっとまあ気性が荒くてちょっと黒っぽいんですね。ちょっとかっこいい系なんですけど、まあ、僕結構ね、僕が飼いたいって言ってるやつの中ではね、アザンティックとかアネリとかそういう白黒系が好きなんでね、スマトラブラッドパイソン買ってみたいなって思ったんですけどね、もう隣にこの鮮やかな赤色の子がおったんでね、ちょっとあ、スマトラなんていつでも買えるわ、こっちの子の方がすごいわと思ってこっちの子選んじゃいましたね。めちゃくちゃかっこいい。この子めっちゃ大きくしたいですね。ブラッドパイソンのね、ちょっと体重の方だけ測っときたいなって思って、最初のちょっと別日なんですけど撮り直します。ごめんね。はい、ただいまの体重、おちょうど 250g。 あとね、結構多分撮影してた日ね、ちょっと興奮しっぱなしでね、結構いろいろな情報を喋れてなかったと思うんで、まああとプラスアルファでちょっと喋っていきたいと思います。この子ね、ブラッドパイソンの中でもね、マラヤンブラッドパイソンって言ってね、まあ他にもスマトラとかいるんですけど、その中で一番大きくなる種類だそうです。でね、まあ荒くなるヘビではあるんですけど、まあマラヤンのしかも国内 CB ですので、結構おとなしめな子が多い印象です。僕がねこれまで触ってきたブラッドパイソンに関してはおとなしい印象が多い感じです。でね、まあまあニシキヘビの仲間なんでね、結構赤ニシキとか言われるほど赤くなるんですけど、この子はね赤色が特に出やすい、出る綺麗な赤色になりそうな子を選んできたのでね、結構将来楽しみだなって思います。まあね、その他にもね、結構赤い血を見るから赤ニシキって言われてたりもするらしいんですけど、まあ正直ヘビなんて噛まれたら大体のね大体のヘビに噛まれたら血は出るんでね、そんなんどうでもいいっすね。かっこいいショー、このヘビの顔といい、このギョロッとした目といい。これがもっと太くなってね、大体ね直径っていうかな、その22センチぐらいのね太さになるらしいです。まあ、22センチって言われても多分あんま分からないと思うんですけど、鍛えた男性の太ももぐらいの太さになるらしいんで、かなり太いです。僕太もも細い方なんで、結構僕の太もも2本分ぐらいになるかもしれないですね。まああんま細くっていうほどそこまで細くではないんですけど、でもねちょっと体重だけは測りたかったんでね、ちょっと測ろうと。
と思いました。それにしてもこの見てくださいよ、こんな綺麗な模様、かっこよくないですか。この模様このまま大きくなったらもうすごい楽しみだな。かなりのスペースがいるんでね、ちょっとこの子はだいぶ大きくなるんで、もうほんと太さだけで言ったらアミメニシキヘビとかオオアナコンドとか、その特定動物級に太くなるんでね、太さは。長さはねめちゃくちゃ短いんで、そこまで特定動物ほど危険ではないんですけど、楽しみですね。まあだいたい2メートル近くなるらしいんで、この子も、この子もっていうかこの子は、ウォールパイソンとかはね1メートル弱、1メートル50いったら大きい方かなって言われてるんですけど、この子は2メートルいくらしいんで、すごいですよね。大蛇って感じですよね。またこの子のね成長記録とかやっていったらね、面白いかなって思いますんで、今後この子も出していきたいと思います。ということで、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。それじゃバイバーイ。